では山本信也先生どうぞこちらお越しください皆さん拍手ありがとうございます <laughs> あのただ今ね山本信也さんに伝えてもらおうということで紹介されましたけれども一体何者なんだろうとかね <laughs> なんで白いメガネなんだろうとかね <laughs> いろいろ疑問が湧いてると思うんで一言自己紹介してからちょっとお願いいたします、はいえー、自動車ジャーナリスト をしてます自動車研究家の山本慎です一応自動車ジャーナリストと自動車研究家という2つの一応役職を持って、えー、いろんな自動車メディアで記事とかを書いてます大丈夫ですかじゃあいきなりいき,いきます第1問「ん車は好き? A」「A 大好き」B「B スマホには負けるけど好き」 ちょっと好き難しい質問ですねこれははいでは手挙げてくださいじゃ手にはめて自分が答えだと思うものを挙げてください正直ですよ正直正直正直でいいですよいいですか赤多い方はいじゃあ正解ドン嫌いという選択肢がないので全員正解です はい、これでね赤の人、うん、青をはめればよかったって思ってる人いるかもしれないです、ね、大丈夫ですよあのみんな正解なので <laughs> はい第2問ではそんな車が世の中からなくなったらどうなる A 困る B 電車があれば問題ない c ユーチューバーになってもうけるから出かけないさあどうでしょう、はい、僕は C やりたいですけどね <laughs> はいどうでしょうザーン赤だらけ<あ>わすごい 全員おか、あ、青もちょっといるかなはい正解 A 困るですね大丈夫ですか大丈夫ですよ皆さん大丈夫ですよどうしてこの質問をしたのかそれは先ほどトヨタ社長が未来のために取り組んでいると言っていたカーボンニュートラルという言葉がキーワードです実は将来これまでの車を売ることができなくなる状況が起きそうになっていますなぜか 車は燃料を燃やして走ります。で燃料を燃やすと CO2 二酸化炭素が発生します。これ多分理科の時間になられたと思うんですけれども、この CO2 が地球の悪さをしています。今地球温暖化とか聞いたことありますか？今の地球は CO2 の排出量が多すぎでその結果 CO2 が増えすぎて地球の周りを覆ってしまう。まああの地球の周りに CO2 が溜まってしまうと太陽の熱で、まあ、朝昼間とか暖かいですよねその熱が逃げる隙間を塞いでしまいますとこれががみんながよく聞く聞地球温暖化という問題ですね例えるならば地球がサウナに入っている状態でこの温暖化が進むといろいろな問題が起きます。例えば 北極や南極の氷が溶けてしまうっていうのは聞いたことあると思うんですけれども、他に何が起こるでしょうか。今年9月に台風15号とともに大きな被害をもたらしたのを覚えてますかね、すごい雨降ったときあったよね。あのとき12時間の雨量が観測史上1位、静岡県の1年で降る量の6分の1がわずか半日で降るっていう大雨だったんですね。 すすごい雨降ったの覚えてますよね9月にあと真夏日真夏日の日数増えてますよね暑い日35度から40度に近い本当の時って結構何日もあったと思うんですけれども多分皆さんのご両親が中学生の頃は真夏日って40日くらいしかなかったんですけどそれが今年間70日かなり増えてますよねであれですよね中学校にクーラーついてますよねついてる これついたのはやっぱりこれが原因だということですね真夏日が増えたためにやっぱり快適に授業を受けてほしいっていうためにクーラーラつけてくれたそうですあとね他にも原因があって海の温度が上がることで伊豆の海に沖縄にしかいない熱帯魚とかサンゴが見つかったりとかあと浜名湖ですね浜名湖に猛毒を持つ南国のタコが見つかるっていうことも起きてますうなぎだけじゃないんですね、うん、そう。 つまりあの今地球がどういう状態かっていうと皆さんが風邪ひいて熱出してしんどいっていう状況と全く同じことが今地球で起きていますでこの地球温暖化を止めるにはこの CO2 の発生を抑えたいだけど先ほどの問題にあったように車がないと困るとこの2つの問題を両立させるにはどうしたらいいのかそのキーワードがカーボンニュートラルですこれね 他のことを忘れてもいいけどカーボンニュートラルっていう言葉だけは今日必ず覚えて帰ってきてほしいキーワードです。でここで第3問「ザン」カーボンニュートラルの意味を知っている人 A 知っている B 意味はよく知らないかも C 知らないはいどうですか さあ悩んでる方も多いですけれどもちょっと知ってるなら B でもいいですよ確かに知っているという赤い手袋はやや少ないですねいややいはいありがとうございますカーボンニュートラルの意味は CO2 排出量と吸収量をプラスマイナスゼロにすることつまり吐いた分と吸った分がプラスマイナスゼロになるってことですねこれね 三択の奴隷でもない答えをしてしまったので、まあ聞いたことあるとかよく知らないという人も今日の授業で分かってくれたら正解にします。で,すねはい、ではここで第四問残。<ン>では C O 二の排出の少ない車はどれ？A 電気自動車、B ハイブリッドカー、C ガソリン車。はい。 電気自動車ってよく聞きますしガソリン車みんな知ってると思うんですけどハイブリッドカーってなんだろうって信さんちょっと説明していただいていいですかハイブリッドカーってね電気とガソリン両方で動く車ですね多分ね自転車で例えると電動アシスト自転車みたいな感じなですよねお家で乗ってるって方もいらっしゃるかもしれないですけどね,いいけどねはい赤多いですね赤多いですねでも青もいますね青もいるはい 黄色はゼロ黄色はいないはい、はい、答えは A と思いきや全部意外ですねこれは全部ですでも日本で今いろいろな車が走っているんですけれども20年前に比べると CO2 の発あの。 排出量っていうのは23%削減されてます。これあの図を見てもらうとわかるんですけど、世界の他の国に比べてもダントツ1位。すごいですよね。知ってたそれ。ただただですね。これだけではカーボンニュートラルの実現にはまだまだ足りない。日本にはまだまだ電気自動車は少ないんですけれども、ハイブリッドとか結構走ってると思います。 多分皆さんのご家庭でも乗ってる車、うん、ハイブリッドってあるかもしれないですけどじゃあここで第5問「残」「残」に今注目してる子がいましたね。「<laughs> <laughs> A」質問「1997年」「B」「2007年」「C」「2017年」「皆さん生まれたの何年ぐらいだ?」 2008年うわあ<ー><わ> AB だったら生まれてないっていう、B、生まれてないねっていうことは生まれた時からハイブリッドを見てるかどうかっていうところも判断基準ですね,ねさあどうか赤青い赤が9割5分ぐらいですかね、うん、あでも青と黄色もいますそうですねいいですかじゃあ答えいきます 1997年これ写真に出てるのは初代トヨタプリウスですねこの時多分登場した時にのキーワードが「21世紀に間に合いました」っていうのがキャッチフレーズでしたね。でみんなの生まれる前25年前からハイブリッドカーって売ってて日本だけで累計456万台もうあの世の中に出てます。ここのハイブリッドカーが走ることで 1>, えー、1億2700万トンの CO2 排出を抑えたことになります。すごい量ですねでも。でもちょっとイメージはあかないですよね。ね<え>でここで第六問、段<ン>。1>, 1億2700万トンの CO2 削減量はどれと一緒か。一、東京都で1年で出す CO2 の量。B、静岡県で1年で出す CO2 の量。C 市で1年で年出すの量ーどれぐらいか、ね、ちょっと難しくなってきたなっていう感じですね想像できないですけど1億だからね大体の量がね、うん、どれぐらいなのかなっていうことですね、はい、さあ考えよう ABC 人口の多い順番ですねこれは、はい、東京都一番多く人数住んでますよ静岡も多いですよそれとも湖西市の1年の量削減しましたよさあどうでしょうさあどうでしょう 悩んでますね,悩んでますねいいですか、はい、締め切りますよはいじゃあ答えいきます正解は A の東京の1年分です、ね、東京でしたちなみにちなみに静岡でいうと4年分おお<う>湖西市でいうと170年以上 <laughs> <laughs> さなそれぐらい削減しているということですね、はい、つまり日本の自動車産業はハイブリッドカーによって世界で一番 CO2 を削減してきましたではこれからもっと CO2 を下げるにはどうしたらいいのかもちろんあの走ってる時に CO2 を一切出さない電気自動車っていうのもいい選択だと思いますただ日本の電気は約7割が 燃料を燃やして作る火力発電で電気が生まれているので電気自動車の燃料となる電気を作るときに大量の CO2 を出してしまいますつまり車で出すときには出ないんだけどその電気を作るときに CO2 を出しているでもヨーロッパの国では火力発電が少ないので電気自動車が最適な選択肢って言われてますで、なぜかというとヨーロッパでは国によって発電方法に大きな差が あるからですこれちょっと富川さんに質問していいですかおっと報道番組をしていた司会の富川さん <laughs>、はい、ご存知でしたそれってあのヨーロッパは本当に多様化してますからエネルギーに関してはい、はい、あのよく伝えてたのはフランスはやっぱり原子力があのメインでドイツは石炭が多いとか、うん あとは北欧系ですね。ノルウェーだとほとんど水力なんですかね。はい、あと風力が多いイメージありますね。ヨーロッパだとそうですね。ええー、クリーンエネルギーと言われている発電も多いですね。こんなもんで大丈夫でしょうか。はい。すいません予想以上でびっくりしまさすがさすが報道番組出身であ,ありがとうございます。で実は日本でもその伊豆伊豆とかね浜松の沖合で海の上に風力発電を増やす計画があったりとか、うんうん、あと例えば水力 はいはい、による発電であったりとかいろいろ CO 2を出さないと言われている再生可能エネルギーというのが増えてることは確かです。なんかあの海流で発電するというのもね今後注目されてるみたいですけどね。はい、あとね,うのもありますねで原子力発電これ非常に難しい話ですあのこれも確かに CO 2を出さない発電なんですけれども2011年に東日本大震災がありました。 多分皆さん生まれたばっかなのであまり記憶にないかもしれないんですけれども、えー、福島県の原子力発電所にやっぱり損,あの損傷があってあのその近くに住んでる人は10年以上経った今でも自分のふるさとに帰れないという状況,の状況になってます。 ちなみにここから100キロ先に浜岡原子力発電所ってありますよね。あそこがもし何かあったら当然ここの湖西市も被害,を被害になってしまうということなんですけれどもね。はい、でこれ何を僕が言いたいかっていうとこの原子力発電所の話って大人の人はなかなか言いたがらないんですよね。あのどっちがいいとか悪いととかか。悪、まあ、それは、あの いろんな理由があるからなんですけども答えがはっきりしないからこそみんなで考えなきゃいけないあのすぐに原子力発電所を増やすってことはできないけれどもじゃあその CO2 を減らすにはどうしたらいいのかっていうその2つの難しい質あの問題を両立させるにはどうしたらいいのかっていうのはやっぱり若い皆さんがこれから考えていかなきゃいけないだから皆さんがどうでもいいようじゃなくて考えるっていう行動がすごい大事だと思います。これあの ちょっと覚えてておいいくださいでは、この問題をえ解決するにはどうしたらいいのか、その一つの答えが選択肢を増やすこと、そのヒントが次の映像にあるのでご覧ください、カーボンニュートラルで未来を作るのは、意思ある情熱と行動だと思います。 共感を埋めばそれに応えたい人がやる気を持って動いてい、カーボンニュートラルは共感で動くべき。<music> 我々自動車メーカーは使う立場ですですけれども、今回ですね、クルが、ハッボンガが協力していただいたおかげでこの水素エンジンを走らせることができているということ。五百五十万人の代表者として。 皆さんがここに集結したというふうに思いますこういう第一歩っていうのはこれが正しいか間違いかではなくてチャレンジすることっていうのが一番大事だと思こうした意志ある情熱と行動により10年後20年後の未来の姿は変わってくると思いますはいここで第7問この車の車燃料は 何でしょうか、ね、気づいてる人いると思いますけど答えが出てましたねだからちゃんと見てた人は分かるはずです、はい A、ガソリン B. 水素、C、電気あ素すごい、ね、やっぱりちゃんとねちゃんと見ててくれましたねすごいほぼ3つ、ま、すはい答えはその通り B の水素です素晴らしい 今世界的に水素が注目されてるエネルギーの一つになります。これも今日絶対に覚えて帰ってほしいキーワードですね。これ2つ目です水水素水素覚えてて帰ってねで一つ目覚えてます一つ目。おすごいーカーボンニュートラルと水素2つ絶対覚えて帰る。で この先ほど映像に出てきた車は今トヨタが開発を進めている水素エンジンのテストカーでガソリンの代わりに水素を燃やして燃料として使ってますその原理はですね皆さんが理科で習ったもしくはこれから習うであろうあの科学式です中学2年の理科の内容ですかねわかる人います科学式。 水素と水のやつ、あ、いましたわかるこれマイクが伸びないし 2H2 プラス O2 イコール 2H2O です素晴らしい,らしい拍手お願いします大正解です素晴らしいすごいさらっともしさっき外れてたらその分これ正解にしちゃおう <laughs> 何年生ですか今 さすがですね,ねやっぱり、ね、確か中2で習うんですよね,ねっていう話ですねはい<で>その通りで答えは 2H2+O2 矢印 2H2O これエンジンの内部で水素と空気まあ酸素ですね酸素の燃焼でエネルギーが生まれてその力でタイヤが回るとこれがあの車が動く原理なんですけれどもこれガソリン車と同じ原理なんですけれども一つ違うのは排出されるのが 水のみ <laughs> ねびっくりするよね初めて知るとねそう水しか出ないんですよねで、ちなみに水素を燃料にする車はもう一つありますそれが燃料電池車 FCEV という車ですねトヨタの未来って名前聞いたことありますもうね街でもね、うん、走ってますからねでこの車はもう科学で習ったあれですね 水の電気分解って知ってて知ますやったあの水に電気を流すと水素と酸素が発生するっていうあの実験でそこの水素に火つけるとボッて燃えるやつやったで実はこの水素燃料電池車ってその水の電気分解の逆の現象が起きてます。 つまり水素と酸素を化学反応すると電気が生まれてその電気でモーターを回してタイヤを駆動させると。でやっぱり水素エンジンと同じで排出されるのは水のみ。でこの水素燃料電池車は外部から電気をもらうことなく自分で発電しながら走ることができる電気自動車ある意味電気自動車のさらに先を行く車という。 そういうふうに思っていただけるといいと思いますで、この二つの車の原理から分かる通り水素の凄さっていうのは使っても CO2 を出さないということですねあの実は新しいエネルギーっていうのは使う人が増えれば OK ではなくて、えー、作る人運ぶ人すべてが連携を取らないと普及することが難しいわけですね例えばガソリンスタンド 結構見かけますよね。古西市にもいっぱいありますよね。これ実は世界中にあるからここまで普及してます。実は砂漠の真ん中にもあります。これ砂丘じゃないよ。砂丘にあるスタンドじゃないよ。で、水素ステーションって浜松近辺って実は2個しかないんですよね、まだね。だからあの自分の家の近くにいないとやっぱり入れづらいっていう問題もやっぱり出てきてしまう。 つまりその水素を使う車を作ればだけでは普及はしないダメなんですよねではそろそろまとめにいきましょう、えー、今日覚えてほしかったキーワード、えー「カーボンニュートラル」と「水素」この2つなんですけどもう1つ覚えてほしいのが「日本の自動車産業はすごい」ということですね。 あの世界中にいろんな自動車メーカーあるんですけどこの小さい島国に乗用車だとトヨタ日産ホンダマツダスバル三菱、スズキ大発三岡と9社二輪車はヤマハスズキホンダ川崎と4社でさらにトラックとかバスを作ってる商用車はいすず日野日産ディーゼル三菱ふそうと4社こんなにあるんですよね。 これらの自動車メーカーは自分たちが儲かればいいっていうのでビジネスをしてるんじゃなくてお互いのメーカーが連携を取って未来を作ろうと動いていて各自動車メーカーのトップが集まった自動車工業会という組織が日本の未来についてて議論してますで先ほど出てきた豊田社長は自動車工業会の会長その自動車メーカーのトップを束ねてるという存在ですね。でこの 日本の自動車産業はすごいっていうのがその今回帰りに絶対覚えておいてほしい3つ目のキーワードになりますだからカーボンニュートラル水素日本の自動車産業はすごいというねこれはあの本当に他は全部忘れていいんであのこの3つだけを覚えて帰ってくださいで、えー、お家に帰ってご両親まあ兄弟でもそういう話を少しだけでもしてくれると嬉しいなと思います特にに水素に関しては これ中学で習った現象が車の中で起きてるので多分テストに出ますあの先生方よろしくお願いしますはいそして最後の問題ですざんはい今日の授業はどうでしたか A 勉強になった B 寝てた方が良かった素直なこれはね <laughs> 答えがもう素直にですよ皆さん素直に今日僕が喜んで帰るか泣きながら帰るかどっちかで。ええ